さくら市議会議員の高木大輔です。今日も愛車の産業振興号とともに、さくら市のためにしっかりと働いてまいります。今日の天ぷらは何ですか？今日はエビと卵と、はいはい、それから新椒と、はい、ナス、はい、ナンキーン、さつまいも、はい、ヒシト、はい、はい、以上です。はい。え、何ですか？新魚は新魚って何ですか？新魚。魚のすり身と魚のすり身。その中に。新庄どれですか？新庄は。新庄これです。新庄これ、あ、これが新庄。はい。え、すり身と。すり身と今日はキクラゲと。はい。あとちょっと言えないのは。企業秘密があるんですね。はい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 。この花は何ですか？これはあのボケの花です。それでこれは東洋ボケって言って実のなるボケですね。こちらは普通のですけども、で実がなるのは焼酎にもなるんです。え、焼酎にもなるんですか？はい。とても香りがいいんで、あの実のなる時は作らせていただいております。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。